用意スタート。はい、ではやっていきましょう。今回は腹筋の、動画なんですけども、2分間ですね、一緒にやっていきます。まずは普通の腹筋ですね。ポイントはですね、しっかり最後までグッと、腹筋を縮めるのがポイントですね。はい、紹介が遅れましたが、横にいらっしゃる方は、パーソナルトレーナー、元パーソナルトレーナーで、実際に腹筋をですね、2ヶ月間でこちらからこちらまで変えた、ニキゾノさんに今日は来てもらいました。よろしくお願いします。はい、今日はですね、こんな感じの、ナレーションでやっていこうと思います。はい、では次いきます。次は足を上げて、腹筋にですね、負荷をかけていくトレーニングですね。これポイントはしっかり足を伸ばしてい、くところがポイントですね。はい、お次は、足を上に上げ下ろしていく、こちらですね、やっていきます。これかなりきついですが、しっかり上に上げてピタッと止めて上げ下げ上げ下げですね。はい、頑張っていきましょう。はい、お次は腹筋、足を上げたままですね、お腹を近づけていく、こちらの腹筋ですね。はい、この腹筋をすることで、お腹の縦線が入りやすくなってきますので、特に女性でも綺麗な腹筋周りを作りたい方におすすめな、トレーニングですね。特に、バキバキになるといったわけではないです。はい、ラストスパート頑張りましょう。 OK、 お疲れ様でした。はい、という感じで、結構きついですね。めちゃくちゃきついです。きついですね。という感じで、まあぜひね、このトレーニングは基本腹直筋という下のシックスパックの筋肉に効いてくるっていうのと、腸腰筋に足りる下っ腹の筋肉に効いてきますので、ぜひね、まあ2分間だけでもね、ぜひ1日頑張ってみましょう。はい、まあ実際にこうニキゾノさんは2ヶ月間でこの腹筋を手に入れましたので、ぜひねトライしてみてください。なんか他になんかポイントがあったりしますか？あとは食事が結構大切になりますね。ですよね、食事ですよね。食事ってどの辺が一番大事なポイントですか？やっぱりお腹いっぱいまで食べない、腹8分目って昔から言ったりします。もうそんなもんでいいんですね、腹8分目。最初はそれで痩せていったら、じわじわ効果出てきます。出てくる、わかりました。まあ、ぜひね、まあ、腹8分目っていう、まあ、すごく簡単だと思うので、ぜひ腹8分目から始めてもらって、あとこのね2分トレーニングもぜひやってみてください。はい、ということで、ぜひですね、今回ニキゾノさんの、コラボ動画ね、下の方に中級編が載ってますので、ぜひね腹筋トレーニングを倍速でね、さらに倍で早く腹筋締めたい人はぜひ下の方から中級編をチェックしてみてください。そしてですね、ニキゾノさんのチャンネルは、女性向けの、腹筋ですね、いわゆるこうバキバキ系に見えるんですけども、綺麗な腹筋を作る方法もね結構載っけてますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。ではぜひね、グッドボタンと、コメントの方もね、ぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。